マッスルハイメソッド、レストポーズ法を行います。ランナーズハイならず、マッスルハイな感覚が得られます。まずはプレセット、モニタリングセット、60キロで1 RM の 50% 程度で行います。ウォーミングアップセット、セットアップ、アクロミオンベンチプレス、トゥトゥ、スキャプラニア、ラックアップ、ウォーミングアップセット、1 2 3 4 5 6 7 8。 60キロの重たさがアップセットではずっしりと重たく感じます。これがどうなるかというセット法です。本セットを行います。本セットは100キロで行います。100キロを 8RM で行います。100キロセット、 8RM1 セット行います。そして2セット目はおそらくポーズングを行いますので、ベストポーズ6回2回に行います。そして4回2回1回1回の3セット目を行うベストポーズです。インターバルは少なくとんどがポイントです。筋肉を最大限にたぎらせて追い込む必要性があります。アクロミオンプレス、スキャプラニア、トゥトゥ、コンセントレーション、ラックアップ、1セット目は8回行います。8回で結構ストリクトにマッスルが、チェストが効いております。ここはインターバル30秒程度行います。通常の1分より短めにとります。吸って吐いて、肩の調子、三頭の調子を確認します。次は2セット目、6回と2回におそらく分かります。追い込むことが大切です。アクロミオンプロス、スキャプラニア、トゥートゥー、セミブリッジ、セットアップ、フー、よいしょ、ワン、ツー、スリー、フー、行います。ここのレストはポーズイング、つまりポーズを取る、休憩を取るという意味ではなくて、20秒程度のインターバル、短いポーズイングレストを行います。肩の調子、胸筋、胸の筋肉をほぐします。吸って吐いてブリージング、吸って吐いてドローイング、あと2回追い込みます。アクロミオンプレス、セットアップ、フー、ウシュ、ワン、ウシュ、ツー、ウシュ。2セット目の6回2回が終了です。1セット目8回 8RM、 2セット目6回2回のポーズです。ここは30秒程度、少し長い目、通常の1分よりも短い目の30秒から40秒のインターバルを取りましょう。次はおそらく4回、そして2回、1回、1回で行います。集中。ふう。
追い込んでいきます。ストリクトにアイソレーションしていきましょう。ふう、肩甲アクロミオンプレス、トゥトゥインサイドセットアップ、よいしょ。3セット目、ワン、ツー、スリー、ホッ、ウフ、100キロ4回、レストポーズですね。短い目のインターバルです。5回続けてはできないが、あとの2回追い込む程度で行います。手吐いて、ふう。2回で6回となります。ふう、シュー、集中、アクロミオンセット、ラックアップ、オッ、トゥー、シュー、インターバル吸って吐いて、かなり胸がパンプアップしておきますね。ふう、ショール、インターバルは B 回目に追い込むことが大切です。バックアップができます。ふう、よいしょ、ワン、エア、よいしょ、吸って吐いて、今7回行いました。ふう、4回、2回、1回、ふう、あと1回、ラストです。ふう、ほっ、よし、レストポーズ、ウォーミングアップ60キロ、そして8回、アーレン、8回、そして2セット目が6回、2回に分けました。3セット目は4回、2回、1回、1回の計8回です。シュー、1回目にモニタリング60キロで行いました。これの感覚を見ていきます。ふう、60キロ、もうかなり疲労困憊しています。その60キロが、ふう、1、ふう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 、かなり疲労困憊しているにかかわらず、この60キロがマッチ棒、爪楊枝のように軽く、本当に軽くね、感じられる、筋肉の動員数が増えた証でもあります。これで、脳を活性化させるホルモン、ドパミンがドパッと出てきます。皆さんも行ってみてください。アクロミオンベンチプレス、レストポーズ法ですね。そして最後にもう一つあります。バーだけを行います。バーだけでご存知の通り20キロあります。この20キロが重たさが全く感じられません。風船のように軽い20キロバーになっています。これこそマッスルハイトレーニング、レストポーズ法、アクロミオンベンチプレス、ブレストファイヤー、セットアップ。